続いての曲はですね、にぎやかに五穀豊穣という曲をお届けしたいと思います。移動してない、大丈夫？皆さん大丈夫ですか？すごい忍者みたいですね。去年も来たよという方いらっしゃいますか？おお、たくさんありがとうございます。今年はですね、20周年、桜坂荘自体がですね20周年ということで、とても記念する、年になってます。そしてですね、よく2日間晴れて桜が満開でという日にはなかなか当たらないんですけど、これも外でやる祭りの醍醐味というか、だからこそ来年土曜日日曜日晴れて満開だった時きっと嬉しいんだろうな、毎年見に来ていただいてるお客さんもなおさら喜んでくれるんだろうなという思いがあるんですけど、今年はちょっと若干まあまあな感じですけどね、明日もなんか晴れるみたいなので2日間楽しんでいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。雨も雨で、これもまた自然の恵みということですね、受け入れながら楽しみたいと思います。五穀豊穣にぎやかにお届けしたいと思いますので、皆さん手拍子をしてどうぞよろしくお願いします。Yeah.